1年生の12歳の橋本環奈です。趣味はタップダンスで、特技は変顔です。はい、環奈ちゃんのその変顔を見せてください。いきます。全然変顔しても可愛いよね。はい、環奈ちゃん、今日の撮影はどうでしたか？今日の撮影は、とっても寒かったけど楽しかったです。福岡と東京ってどっちが寒かった？あんまり変わらないんですけど、まあ、うん、どっちも寒いです。同じぐらい。はい、わかりました。今回のね、厨房のテーマがホワイトラブなんだけど、なんか環奈ちゃんの雪の思い出とかってありますか？そうですね、うん、小さい頃にお兄ちゃんと雪山で喧嘩して、ちょっとここら辺に相当傷を負ってしまったんですよ。でも全然今治ってるよね。はい、今は治ってるんですけど、結構何年かガッて、はい、ガッて。おお、そうなんだ。で、じゃあこの先環奈ちゃんが大きくなって、なんか好きな人とデートに行きました。そこで雪が降ってきたらどんなリアクションする？が、は雪だみたいな感じで、うん、雪が降って寒くても外でずっと遊んだりします。外でデートしてるんだ。じゃあ公園とか。はい、はい、じゃあ雪降ってきて何して遊ぶの？雪だるまとか雪合戦とかあるじゃない？寒いけど、その手袋で雪だるま作って、なんか2個作って喋ったりします。あ、雪だるま同士がね。雪だるま同士。ああ、なるほど、かわいいね。
はい、わかりました。では最後に厨房読者の方にメッセージをお願いします。はい、これからも頑張ります。よろしくお願いします。福岡のレブフロム DVL というグループに入っています。福岡に来たら皆さんぜひ会いに来てください。
あ、チョコマシュマロさんとかも美味しそうじゃん。いやー、すげー懐かしい。それ美味しそう。私このプレサージャーだよ。あー、いいね。なんだっけ。何を選んだんすか。きっとパス。人参。あ、これじゃない。須田子さん美味しいけど。この辺のなんか食べたことあるんですけど、須田子さん以外。いや、ほぼ全部食べてます。これをあのペペチに入れると美味しいんですよ。ペペチっていうのはペペチのラーメンがあるんですけど、最後ラーメンってスープ余るじゃないですか。うん、それにあのガリボリ君入れたら美味しいんですよ。ここす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 すごいな。よっちゃん丸が美味しいんですよ。よっちゃん丸が美味しい。9 8 7 6 5 4 3 21はい、終了。ジャングドーナツ、ジャングドーナツって言ってね、あゆみさん。橋本環奈です。13歳の中学2年生です。趣味はタップダンスで、特技は、相変わらず変顔をしています。はい、環奈ちゃん、今日の撮影はどうでしたか。今日は、荒川のその土手で楽しくはしゃいで撮ったんですけど、で、あの駄菓子屋にも行って、うん、その駄菓子屋の前で絵を描いて、まあ、自分ではうまいと思いました。よくできたと思います。楽しくできましたか。はい、駄菓子屋で人参も買えたのでね。お菓子もいっぱい買えたよね。はい、で今回の厨房のテーマが夢の中へなんだけど、かんなちゃんが最近見た夢の中ですごいインパクトのあった夢って何でしょう。ですね、夢は見るんですけど、朝になったら絶対忘れてて、なんか面白い面白いって言うけど内容はわからない感じです、ね、覚えてないんだ。はい、なるほど、わかりました。じゃあ夢の中でもう何でも好きなことやっていいって言われたら何する。とりあえず、まあ、の友達に一人一人いたずらしたいんですけど、うん、もう計画を練った感じの、もう凝った感じの、もう本当すごいいたずらしてみたいです。なるほどね、それ楽しそうだね。はい、わかりました。では最後に厨房読者の方にメッセージをお願いします。はい、九州で活動しているレブフロム DVL という、レブは REV って書くんですけど、その活動をしてます。アイドルグループみたいな感じなんですけど、あの福岡にぜひ遠い方でも、もう来てくれたら本当に嬉しいです。ぜひ皆さんイベントやライブ来てください。待っとうよ。振り向きで行きます。ここからいくら？と、どっちか。せーの。うん、行きます。待ってね。せーの。あれ待ち伏せ、あれ待ち伏せ。今日のテーマあんな感じだ。あんな感じなんですか。こんな、あ、ちょっとあれは獲物を狙ってる。橋本様を狙ってる。橋本様ですか。狙ってます。そうです。私が、ちょっと手のポジション変えてみようかな。うん、ちょっと眠くなってきた。瞬き多くなってきましたね。うん、手はね、前ドーンとしてて、はい、カメラ目線に絶対だけカメラ、ね、実際に寝ちゃう。本当の寝方だね。これはリアルだね。うん、
ありがとう。松見さんと全然違う。おっさんだね。じゃあ、じゃあ、じゃあ。腕組んでみようか。うん、そうだな。でさ、考えるんです。うん。今日は大変だよ、かんちゃん。多少大変。ありがとう。はい、どうぞ。ぴょんぴょんぴょん。うん、大丈夫。うわ、はい。早っ。いいね。いいね。それか競歩ぐらい。橋本様だ。我々が。あ、違う。かわいい。さあ、もうちょい前出れる？お尻出した。うん、全体。いや、無理しなくて。オッケー。じゃん。もう一回やってください。お、風がちょっと。私もそんなブサイクな顔してませんか。大丈夫ですか、はい、今の。NG で。ちょっと待っててね。飛ばしますよ。どうぞ。飛ばします。投げてくれたら打ちます。だそうね。さま言うよね。こんなコーナーだと風が、うわー、急に前に来る。おー、強振りになったね。いいね。あ、投げて全然その勢いでいいよ。イエーイ、橋本様やるな。
取るためにやった。本気だね、橋本様本気です。風の成り行きでいいからね。私もいっぱい来てるけど大丈夫、こっちもいっぱい取ってるから頭に乗せちゃって。そう、ちょっと5分ぐらい頑張って。うん、そうだね、全然余裕ですけど。いいよいいぜ。あ、一番ね、いいや。うん、頭上げないでね。やった、天下取った。あ、かわいい。うん、ちょっと試しにちょっとやってみて。親指がいいんじゃないですか。やった。自分にかかりそうだね。いやいや、またまた。いや爽やか、なんか急に爽やかな風が吹いた。超涼しいっす。軽く微笑むぐらいの印象でいきましょう。うん、はい、よし、体の重心ね、どっちかにちょっとずらすぐらい。うん、そう、いきます。うん、とってもいい。はい、橋本環奈、中学2年生の13歳です。最近ハマってることは YouTube で動画を見ることです。好きなことはタップダンスです。はい、環奈ちゃん、今日の撮影はどうでしたか。今日の撮影は衣装もなんかカラフルだったし、いっぱい撮って楽しかったです。はい、でもちょっとまばたきがパチ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 しちゃったんで、はい、ちょっとそこが、はい、パチパチも可愛かったです。はい、かなちゃん、今回のテーマが待ち伏せなんだけど、はい、待ち伏せって知ってますか。待ち伏せ、なんか聞いたことはあるんですけど、うん、なんか具体的によく分かんない。はい、待ち伏せじゃしたことないよね。はい、したことないですね。されたこともない。もうないですね。ね、待ち伏せってなんかこう憧れの先輩とか、好きな人とか、まあ、あとお友達とかを予告なしにこっそり待ってるようなやつが待ち伏せ。はい、この先じゃあ待ち伏せをするとして、どんなシチュエーションでちょっと待ち伏せしますか。と、学校帰りとか、うん、校門の前とかで、うん、こっそり待っててみたいな。あ、お友達を。なるほど、はい、わかりました。はい、では最後に厨房読者の方にメッセージをお願いします。はい、私はアメーバブログで趣味や毎日の遊んだ時とかのことをいっぱい書いてるので、ぜひ皆さん見てください。コメントも待ってます。よろしくお願いします。バイバイ。できます。せーの。じゃあ思いっきり見つめる感じで、最初は真顔からいきましょう。はい、はい、うん、しばらく真顔バージョン。はい、もう一丁。
とってもいいです。マイヘン、いやー素晴らしい。とってもいいです。もういいよ。逆サイド、いいですね。はい、ほい、なんか楽しんでる。いいよ。表情もとてもいいです。そのままいってみましょう。
感じでいいや。うん。まれに。うん。そう。でも逆がいいかな。あれあれあれ天使っぽい。あるじゃん。エンジェル。うん。うん。あいいね。あいいだ。すごいね。よいしょ。よいしょ。よし、じゃあそれでチェキを起きたら撮りますか。起こしたらいいです。海に行きましょうか。子供を海遊びしてみたいな。あ、なんか面白い、これ。空気してた。名前か、名前かってこれ。もうその海の上を泳ぎ回っていいよ。カメラ見ながら。カメラ見ながら。カメラ見ながら。あ、これかわいい。よいしょ。かわいい、かわいい。よいしょ。うん。すごい。橋本環奈、中学3年生の14歳です。私の趣味は部屋の片付けをすることです。はい、環奈ちゃん、今年厨房学園の生徒会長になりましたが、いかがでしょうか。なんか自分がなって盛り上げれるかわかんないんですけど、もう元気よく思いっきり楽しんで、自分も楽しんで、みんなを盛り上げていきたいと思います。はい、わかりました。はい、で今回のねテーマが君に胸キュン。今までの夏で一番胸がキュンとした出来事は何でしょうか。はい、今まで、昔沖縄の石垣島に行ったんですけど、そこで潜水艦に乗って、なんかもう本当カラフルな綺麗なお魚たちがいっぱいいて、なんかもうそれが可愛くて印象に残ってます。胸がキュンとしたんです。はい、なるほど。じゃあ今年の夏はどんな胸キュンなことを期待しますか。はい、今年はですね、もうなんか些細なことでもキュンキュンできるような、なんか、いっぱいいっぱい胸キュンしたい、いろんなことでです。なるほど。はい、じゃあ今度会った時にどんなことで胸キュンしたか教えてください。はい、わかりました。はい、では最後に厨房読者の方にメッセージをお願いします。はい、新生徒会長になったので、これから副生徒会長のそのリサと一緒に厨房学園をみんなで盛り上げていきたいと思っています。
ぜひ応援よろしくお願いします。Thank you.
橋本環奈、中学3年生の14歳です。趣味は今ちょっと探してるとこなんですけど、特技は自分の足の小指でその布団を肩の位置までかけることです。はい、それ何、寝てる時にかけるの？はい、ちょっと一回寝ちゃって、あ、布団かけたいけど起き上がりたくない、そんな時は小指でさって、ここまで。じゃあ足は上まで上がってくるんだよね、だいぶ。そうですね、今はちょっと硬くなったんですけどちょっとバレエをやってた頃は柔らかかったので。じゃあそれいつか見せてください。はい、はい。橋本様、今日の撮影はどうでしたか？今日の撮影はですね、私浴衣がすごい好きで、うん、季節的にも夏が好きだから、このなんか色鮮やかな、その白とピンクとかブルーも好きなんで、こういう浴衣で着れて、しかもまあお祭りとかにも行って、まあもうほんと満喫しました。あ、お祭りを？撮影を？あ、撮影をです。あ、撮影ですか、はい、満喫しましたか？はい、楽しかったです。あ、よかったです。はい、はい。橋本様、今回ですね、厨房のテーマがですね、天使の休息です。なるほど。はい、私、天使でいいんですか？そうですよ。あ、悪魔じゃなくて。橋本様は休息ですか？あ、はい、はい。で、かなちゃんのお休みの日は何をして過ごしているのか教えてください。お休みの日はですね、なんかお休みの日でも私アウトドア派なので、なんか外にお母さんと一緒に買い物に行ったり、うん、友達と天神で31食べたり、お洋服を見たりしてます。お、なんか楽しそうなお休みだね。はい、楽しいです。なるほど、すごく。じゃあ夜寝るときはどんな格好して寝てるの？夜寝るときはですね、なんか半袖半ズボンなんですけど、私短パンとかは星柄みたいな、上はなんか変な黄色の、真っ黄色みたいな変なのとか。起きて寝てる？はい、着てます。どんなあのポーズっていうの、上向いたり下向いたり横向いたりあるじゃん。いや、まずはですね、寝た時はおやすみなさい、あのこうおやすみなさいでも、うん、仰向けなんですよ、うん、なんですけど朝おはようと起きます、うん、そしたらベッドがここに端があるとしますよ、うん、そしたら頭だけこうやって溝に落ちるみたいな。じゃあ本来頭がなきゃいけないところじゃなくて、いや、ないんです。横ら辺にあるわけね。そうなんですよ。枕とかも絶対枕の上に。それ毎日そんな風になって起きてるの？そうですね、結構首が痛いちゃんと寝相が悪いんで。ああ、なるほどね。いつになったらちゃんと寝るんだろうね。そうなんですよ。はい、わかりました、はい、では最後に厨房読者の方にメッセージお願いします。はい、これからもなんかその福岡とかでもなんかいろいろイベントとかもあって、まあ、外国に行くこととかもあるんで、ぜひ会いに来てほしいなと思います。福岡まで？はい、ぜひ福岡までお待ちしてます。あとよ。お疲れ様でした。はい、今日のイベントどうでしたか？今日のイベントはですね、もうたくさんの方が、うん、その会いに来てくれてすごい嬉しかったし、なんか
今までで一番サインたくさん書いたかなと思います。すごいいっぱい書いたもんね。はい、いっぱい書きました。はい、疲れませんでした？お手手は。いや、疲れてないです。あの、ペンがいっぱいついたんですけど。まだまだ書けるよと。はい、まだまだ書けるよと、敬礼しない限りは。ちなみにそうだ、今日は七夕だから一つお願い事を短冊に書くなら何にしますか？短冊ですね、お願い事。やっぱり身長が伸びたいっていうことと、痩せたいですね。ちょっとムチムチしたと言われました。はい、はい、わかりました。じゃあ今日イベントに来てくださった方、本誌を見てくださってる方にコメントをお願いします。はい、今日来てくれた方はその遠いところから来てくれて本当にありがとうございます。今日イベントに来れなかった方もそのぜひ福岡とか東京とかまた会える日を楽しみにしています。ぜひこれからもよろしくお願いします。会いに来んしゃーい。うん、ゴムだからね、ふわふわするんだよね。ふんふんふんって。うん、なんかとんがったもんでもない限り大丈夫だと思う。うん、OK、よいしょよいしょ、めっちゃすごい浮いてる風。そんな感じでしょ。多分ハンドパワーだと思います。うわすごい浮いてる。なんか風船に埋もれてますね。そう、埋もれすぎてるよね。埋もれすぎてる。
はレッスンに来たっちゃけど、でもその前にやっぱり服をチェンジして腹ごしらえ。ここは私たちがよくライブを行っている博多ビバリーホールにやってきました。ちょっと来て。はい、リーダーのみきちゃんとちかばなです。なんと先にたまたまなんですけど、偶然先にお茶してました、ね、いつもカンナがお世話になっております。はい、まあ、さっきあそこで石川さんで何食べたの、うん、マンゴーワッフルとオレンジジュースと、私はチョコバナナワッフルとアイスココア。めっちゃ美味しいやん。めっちゃ美味しかったよ。はあ、絶対食べるべき、これは。あ、私も今から、ね、ちなみに何食べるんですか。はあ、全部乗せていきます。ちょっと重いかもしれないんですけど、ね、まあ、ちょっと動けるようにはしといてね。はい、どんどん動きますね。じゃあ私が先に行ってみる。はい、じゃあ千葉の皆さん、またさよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。なんかカンナさん硬くなかったですか。あれれれれ硬いでしたかね。よそよそしかったんじゃないですか。緊張で、まあ、はい。リーダーが怖いのかな。そうなんです、実は。そんなことないです、そんなことないです。じゃあ行きましょう。はい、バイバイ。博多リバリーホールに到着です。よくここでライブをしてます。かんなちゃん、今日は何してると。今日はですね、福岡の笑い芸人さんがライブをやっています。じゃあ早速食べますか。はい、お目当てのあれを食べに行きましょう。食べに行きましょう。かんなちゃん、自分で払うんでしょうね。それが違うんですよね。私のサイズ、パツパツなの。はい、何する。全部乗せます。かんなちゃんダイエット中じゃないですか。はい、そうですね。じゃあこっちにしたいと思います。はい、じゃあ頼んでください。はい、いつも何がおすすめですか。いつもはですね、なんか、あ、でもアイスココアめっちゃ美味しいんですよ。アイスココア。はい、アイスココアと、なんかいつもベリーワッフルとチョコバナナワッフルで悩んじゃうんですけど、ベリーワッフルの方が可愛いということで、可愛らしさでベリーワッフルにしたいと思います。はい。じゃあ、はい、ずーい、じゃじゃーん。と、アイスココアです。はい、かんなちゃんにおごらされました。はい、ごちそうさまです。どうぞ。いただきます。はい、まず、アイスを乗っけて、よいしょ、で、いちごを乗っけて、で、生クリームを乗っけて、よし、ここからの、よいしょ、あーん、あーんなの。落ちた。なんだそりゃ。うん、最近めっちゃ楽しかったことって何。最近めっちゃ楽しかったことですか、うん、なんか学校でですね、うん、体育祭であって、なんかダンスを 2年生と3年生でその学年全員で踊るんですけど、うん、その中のダンスリーダー長になりましてですね、まあ、出たがりなんでダンスリーダー長になって、その練習はなんかダンスするんですけど、めっちゃみんなでギャギャ騒ぎながらやってて、ほんと楽しいです。食べながらでいいですよ。あ、はい、レッスンの時間が迫ってきてますんで、まあ、急いでください。そう、リーダーのみきちゃんに遅れないようにと言われたものです。そうだよ、さっき釘刺されたよ。
ダンスのレッスン中です。どうですか、振りを間違っておりますか？難しすぎて全然できてないを覗いてみたいと思います。じゃーん、梱包初公開、レブの楽屋です。いきなりです、カメラが。ハンナちゃんはどこにいるでしょうか？発見。え、私じゃないの？私じゃないの？違うけど違う。はい、ズームイン。今何中ですか？今リボンに安全ピンつけてました。ちょっと腕はあんまりちょっと見ないです。今日の意気込みをどうぞ。今日の意気込みは今日も100% より超える、あ、120% で全力で歌って踊りたいと思います。いや、もっと。はい、150% で。いや、もっと。200% で頑張りたいと思います。準備 OK ですか？ OK です。はい、可愛く言ってて。 OK です。
可愛くない。可愛いですか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。襟曲がってました。私のお姉ちゃん、みぽりんです。こんにちは。自称なんですけど、いや、私はお姉ちゃんだと思ってます。ありがとう。思ってないけど。分かんない。弟じゃないですよ。妹です。性別なの変えるの。ちゃんとスカート履いてるんで。じゃあ今日のライブ頑張りましょう。頑張るぞ。頑張ってます。あ、300% の力で、100じゃないです、300です。街からのカンナ。また商店街。匂い
が独特というか。見てください。これ私の顔に似てませんかね。こんな感じです。お願いしましょうか。開運らしいです。ちなみにですね、ここのなんか通りに一つ一つ博多弁がついてるんですよ。あれ見てください。シカラシカ。結構シとは言わないかもしれないですけど、私もシカラシカって怒られますもんね。帽子。あ、すごい。このシャレトンシャーですね。やっぱシャレトンシャー絶対似合うと思いますよ。私シャレトンシャー、じゃーん、このシャレトンシャー帽子似合ってますか。どうでしょう。何ですかその首の振り方。カナ、これじゃないと下のさ、それだと思います。これですか。じゃーん、じゃーん、どうでしょう、似合ってますか。いやいやいや、縦にちょっと私、見つけちゃいました。川端ぜんざい、なんと見つけちゃいました。めちゃくちゃいい匂いです。扇風機でよりいい匂いが出るんですけど、めっちゃいい匂いです。じゃあちょっと早速ですがいただきたいと思います。いただきます。はい、じゃあちょっとお餅からいただいちゃいたいと思います。すいませんね、私だけ。まだまだ伸びるという感じで、すごいもうもっちもちですね。甘い、どうでしょう。はい、完食です。じゃーん、ごちそうさまでした。みなちゃんと、あの、私が水筒です。こっちね、こっちじゃないと。これすごい。私でも作れますかね。こちらですよね、すごい。はい、ここでその長い道のりを歩いてきて、アーケード終わっちゃいました。歩いていくとこのエスカレーターからキャナルシティになります。なんか可愛いポーズしてる。可愛いポーズ、あー可愛い、あー可愛い。自分で絶賛するタイプです。映画を見たりとか、あとは洋服とか見たり、アイス食べたりとか、パスタも食べたり、たくさん食べるんですけど、そんな、でもやっぱキャナルに来ておすすめはですね、ラーメンスタジアムです。はい、なんかとにかくたくさんラーメンがあって、食べ比べてみるとすごく楽しいと思うんで、ぜひいろいろ行ってみてください。
れがいい、どれがおすすめですか。こっちがおすすめらしいんですよ。でも私こっち食べたことないんで、いつもは私これを食べるんですよ。ストロベリーデーツバナナ。おすすめとかに弱いんで、期間限定とか新発売とかめちゃくちゃ弱いんですよ。だからちょっと 夏限定って書いてあるから、やっぱこの中から選ぼうかなって思います。これなんか可愛くないですか。ホワイトフルーツプリンセス。なんかいかにも私に合うような感じなんですけどいや、そんなびっくりされなくても。じゃあこのホワイトフルーツプリンセス、可愛い感じの名前でやりたいと思います。なんか最近面白い話あった。最近私毎日ですね、勉強を夜頑張っております。それでですね、私夜になると本当にテンションがおかしくなってしまうので、いつもおかしいわけじゃないんですけど、おかしくなっちゃうので、ちょっと勉強の息抜きにはですね、ベッドの上ででんぐり返しを何回もするんですよ。それでもっとちょっとテンションおかしくなるんですけど、お母さんに怒られちゃいますベッドの上のでんぐり返しで。はい、今受験生じゃない。はい、受験が終わったら、まあ今ね、受験勉強が忙しくて何もできてないと思うんだけれども、はい、受験が終わったら何して何をしたいですか。やっぱですね、受験が終わったらとにかくまず温泉に行きたいです。おばあちゃんみたいなんですけど、もう温泉に浸かって、ああ終わったなみたいな感じで富士山を眺めたいから、富士山近くの温泉がいいですね。みんなで行きますか。どこ、どこに。富士山近くの温泉です。中央読者の皆さん、カンナの一日どうでしたでしょうか。あ、よかった。 ありがとうございます。効果回って3度目なんですが、今日は中須川端商店街とケナルシティ博多にやってきました。ね、まだ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 福岡回りたいとかあるので、ぜひ次も。あ、ちなみにですね、なんか私にリクエストとかあれば、なんかわかんないけど、こちらまで